はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではファイアーエムブレム、実況の続きをやっていこうと思います。前回は第4章をね、クリアしましたので、引き続き第5章から始めていきましょう。このマップもね、なんかこう分断されてる形なんですけれども、ユニットセレクトの前にちょっとね、確認していきましょう。ボスはムラク、アーマーナイトなんですけれども、銀の槍なんでね、近接というか、直接ね、殴りに行かなければ、なんとかなる感じはしますね。で、ペガサスナイトがいまして、アーマーナイトがね、ここに2人いるんですが、こっちのね、西側は特にね、気をつけるのはこのペガサスナイトくらいだと思うんですけれど、盗賊もね、全部で3人いるのかな。レベル3なんでね、結構強いといえば強いんですが、問題はこっちですね。ソシアルナイトは、そんなに大した武器は使ってないんですが、ここにもね、ペガサスナイトがいるんですよね。で、このウェンデルですね。彼はね、仲間になってくるキャラクターなんで、別にね、放っておいてもどうということはないですね。じゃあ出していきましょうか。このマップはね、マルスを抜かして、あと9人しかね、出撃できないので、ちょっとね、人選が重要なんですけれど、とりあえずカイン、アベル。これは鉄板ですね。で、弓兵のゴードン。で、シーダさん。で、もちろん忘れちゃいけないオグマ。あとはカシムですね。で、回復役のレナ。ナバールも当然必要。で、あとは、前回ね、仲間になったマリックですね。もうこれでもう決まっちゃうんですけれどもね。とりあえず始めていきましょう。第5章、オルレアンの戦士たち。ニーナ王女、川向こうにアリティア軍が現れました。ハーディン、本当なの？じゃあ、マルス王子がやっと来てくれたのね。そうです。これでようやく戦力が立て直せます。しかし、姫様は危険ですから、砦の中でお待ちください。我らは、アリティアと共に城を取り戻してまいりますということで、いきなりね、ここでハーディンがね、仲間になりますね。で、ビラク、完全にマチスなんですけれども、ソシアルナイトのビラクと、同じく、ロシェですね。で、ホースメンがあと2人かな、ウルフとザガローですね。じゃあまずはこっちのアイテム整理だけしちゃいましょうか。どうしましょうかね。とりあえずハーディンに、この鉄の剣と、槍を渡しちゃいましょう。で、ハーディンはガーッとね、上の方に向かってもらいましょう。ロシェが槍と鉄の剣。じゃあザガロの鋼の弓も渡しちゃいましょう。で、全部ね、アイテムは渡しちゃいましょう。こんな感じかな。これでね、だいぶ身軽になりましたね。じゃあ、ロシェはね、改めて、武器輸送係ですね。で、まずはね、こっちの東側なんですが、ウェンデルはね、マリックか、マルスでね、会話すれば、勝手に仲間になるので、とりあえず OK として、で、なぜかね、前回、オグマに傷薬をね、2つ持たせてるということが、判明しましたので、先にじゃあナバールを、
どこまで来るのかな。9歩ですよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9。 あ、ここまでは確実に来る。守備が6、うん、同じですね。まあちょっとアイテム整理の問題もあるんで、この辺にナバールを配置しまして、で傷薬をね、まあナバルに渡しちゃいましょう。じゃあ新品の傷薬を渡しましょう。こんなもんかな。でマルスも、マルスもちょっとねこの辺まで出しときたいんですよね。うん、まあ鉄の剣を装備しておきましょう。で銀の剣はね、あの前回ハーディに渡しなさいなんて言ってたんですが、まあ当然渡さないですね。でまあ上の方にね弓兵がいるんで、まあまだねこっちには来ないんですが、ナイトキラーを誰に渡すかなんですよね。カインは持てないですからね。まあ、アーマーナイト対策として、渡しちゃいましょうか。こうかな。じゃあ、ゴードもね、ちょっと前の方に出しておきましょう。で、西の方からね、盗賊がいっぱい襲ってくるんで、とりあえず、まあ、カインで、まあこの橋をね守ってもらいますか。アベルも鉄の剣もあんまり数が少ないというか耐久数がね少ないですね。じゃああとはカシムも、まあ、カシムはこの辺かな。で、マリックもとりあえず、まあ、川向こうに渡しちゃいましょうか。レナさんは、まあ、この辺かな。これで OK でしょう。まあ、やることはないですね。どんな風に突っ込んでくるのかっていうのがね、全然わかんないんですけれども。あ、とりあえずナバールに来ましたね。かわせます？当たっちゃいますよね。で、ダメージが結構でかいな。あ、ちょっとナバールまずいかな。ここは失敗したかもしれないですね。ガンガン来ますもんね。まあ、盗賊はこの橋をね、とりあえず死守しないと。まあ、川もね渡ってきちゃうんですけれども、まあ、とりあえず橋をね守りますか。まあ、ガーッとね村に向かってきますね。あれ、ナバールを素通りしていきましたね。ナバールじゃない、ハーディンだ。できればねこの盗賊が1人ぐらいはナバールじゃない、ハーディンの方にね向かってきてもらいたいんですが、なんでナバールって呼んじゃうのかな。これはちょっと困りましたね。前の方に行くのは怖いんで、この辺にハーディンを置いておけば多分盗賊ね1人ぐらいは、この辺の盗賊がね、こっちに向かってくると思うんですけどね。ちょっといろいろ混み合ってますね。じゃあ、7。槍で7食らったんですよね。
危ないですねどうしよう。そうですね、まあやっぱりオグマかな。あ、ここはまずいな。まあ手前から片付けていきますか。鉄の剣もそろそろ壊れそうですね。ん、これじゃちょっと倒せないぞ。お、かわした、素晴らしい。じゃあゴードンで、ゴードン怖いな。まあ多分マルスがね前の方にいるんで、ペガサスナイトは多分マルスをね狙ってくると思うんですけど、まあ、そうなるとね逆にマルスがやられちゃうとあの実況が終わっちゃうんでね、ちょっと怖いんですが。あら、全然パラメーターが上がらない。まあでもなんとかね対処する以外はないですからね。13、これちょっと危ないですね。マルスおとり作戦、いやきついな。うん、これはちょっと困っちゃいましたね。まあキルソードでガーッとねやっちゃってもいいんですが、うーんしかさっきから言ってないですね。ナイトキラーか、ナイトキラーでこっちをやっちゃいましょうか。ちょっと危ないですね。うん、これで一人でもね片付けた方が、うん、後々ね楽になると思うんで。お、なかなかいい感じ。まあそうなるとまあ盗賊がねちょっと困っちゃう感じになるんですが、まあとりあえず、どこまで来るのかな。1,2,3,4、あ、全然橋は渡ってきますね。まあじゃあこの辺で盗賊を倒してもらいましょう。ナバールがやばい。回復した方がいいかな。ここは回復しましょう。まあライブとかもねもったいないといえばもったいないんですけれども、あ、でも傷薬持ってるから傷薬でもよかったですねしまった。じゃあカシムは、カシム怖いな。ペガサスナイトがガーって襲ってくる可能性があるんで、じゃあカシムはこの辺かな。あまり深い考えはないです。じゃあシーダさんはまあ弓兵がいるんでね、まあじわじわと北の方にでも向かいましょうか。マリックはこの辺かな。じゃあこれでターンを回しましょう。さあどう動くかですね。あ、やっぱり来ますね。あ、ダメージは1ですね。まあさすがに2回攻撃は無理ですね。こっちにできるだけね、あのヘイトを集めたいんですが、マルスに来ましたね。うわ、6。サブ6、18。ちょっとまずいな。ふう、まあなんとか耐えてますね。あ、
盗賊来ますよね。まあ、ここら辺の橋の守備は甲斐にね全部お任せですね。まあ、食らっても1、まあ、大したことはないかな。あ、上の方に来ちゃいましたね。誰を狙ったんだ、オグマ。う、痛いですね。ウエンデルが何気に足が遅いな。まあ、これはしょうがないですね。あ、やっぱりマルスに来ますよね。大丈夫かな。お、ダメージ5か、痛いですね、やっぱり。あ、再攻撃できるんですね。なるほど。これは嬉しい。うん、だいぶ、戦力が分散してくれたんで。じゃあ、シーダさんは盗賊退治に向かってもらえますか。さすがに届いた。でも、弓兵がいますね。じゃあ、シーダさんは、この辺で、大丈夫かな。1,2,3,4,5 トントン。逆に処理が遅れるとまずいですね。まあ、この辺かな。もう一歩前の方がいいかな。まあ、なんとかね、この村だけは死守しないとね、まずいんですが。ペガサスナイトが残り4。まあ、ゴードンで倒しますか。大丈夫かな。当たります？よし。ふう。この微妙なね、このヒット率というか、命中率がね、本当に怖いんですよね。で、まあ、ソシャルナイトは、まあ、いいとして、オグマは、じゃあ、そうですね。オグマはもう、西の方にね、向かってもらいましょう。残り6。残り6か。とりあえず、カシムでも倒せるかな、弓で。ちょっと無理かな。あ、2回当てましたね。よしよしよし。これは素晴らしい働きですね。アベルは、アベルは一応北の方の盗賊。いや、あれ？アベルって何持ってるんでしたっけ？ナイトキラー。ナイトキラーを持っているんですが、まあ一応アーマーナイト対策、こう来る、攻撃はしない方がいいですね。ここで待機かな。まあ、とりあえず今は鉄の剣で対処しましょう。マルスのヒットポイントが危ない。16。倒せるかな。倒せそうにないですよね。まあしょうがないか。ちょっとナバールがいまいちな感じがしますね。素早さ、運、ヒットポイント。
まあでもこんなもんなのかな。まあ邪魔なんでね、倒しちゃいましょう。よ、よし。ふう。これで東側は少しはね、落ち着きましたね。これはじゃあ回復しましょう。ライブでこっちかな。であとはね、ウェンデルが、まあ、次のターンでね話しかければ OK なんですが、じゃあハーディンお願いします。鉄の剣で盗賊をやる。ザク、よし。まあ、ハーディンはね相当強くなると思うんで、まあ、できるだけね育てていきたいなと思ってるんですが、これはじゃあとりあえずマリクをこの辺に配置しておいて、一回回した方がいいのかな。いや、攻撃した方がいいか。これで攻撃をします。で弓兵が後ろ、あ、アーマーナイトが先に動くのか。これはちょっと失敗したかな。まあしょうがないか。どうなり、あ、やっぱりアーマーナイト来ますよね。なんとか耐えてください。お、かわしましたね。やるな。まあこんなもんですよね。まあこれはしょうがない。うん、あ、まずいな。あ、ウェンデル来ましたね。マルス様、私はカダインの司祭ウェンデルと申します。魔導の都カダインは我ら平和を愛する者の願いも虚しく、ガーネフに支配されてしまいました。今や多くの魔導士たちがガーネフに率いられてドルーアの悪事に加担しております。マルス王子、どうかガーネフの野望を打ち砕くために力をお貸しください。了解です。ということでね、まあウェンデル無事に合流しましたね。いて、ちょっと盗賊の動きが早いので、まあ先に守っちゃいましょうか。ここでとりあえず待機かな。でちょっとカインは引いてもらって、あ、上の盗賊って届くのかな。さすがに届かないか。じゃあちょっと引いてもらいましょう。この辺まで引いてもらって、ん、あれ、ナイトキラー、あ、違う、アーマーキラーじゃないんですよね。アーマーキラーは誰が持ってるんでしたっけ。シーダさん、もしかして。あれ、アーマーキラーって私誰かに持たせてたような覚えがあるんですが、あ、カシムでしたね。カシムか。あ、届いた。アーマーキラーを渡します。ん、あれ、あれ、カインじゃない、アベルは、あ、そっか、ナイトキラー持っちゃってるんでアーマーキラーが届かない。あー、私間違えてましたね。そうですよね、アベルはさっきソシャルナイトを倒しに行ったんですもんね。困りましたね。鋼でどのくらい与えられますかね。
3じゃきついですね。まあ、とりあえず倒してもらいましょう。ふう、そっか。アベルの手やりとかも使ってみます。手やり当たるかな。どうでしょう。あ、さすがですね。この先ちょっとこんなガバガバの戦略でクリアできるとは思えなくなってきましたね。そっか。じゃあ、まあ、とりあえずこれでターンは回すんですが、届くかな。鉄の剣で、まあ、とりあえず攻撃をしてもらいましょう。倒せるかな。お、さすがハーディン。もうちょいでレベルも上がりますね。あ、そっか、ターンを回しますがなんて言ってる場合じゃないですね。村に行きたいのでマルスは北上。それでカシムもここだと大丈夫かな。まあ、ナバールもね元気になったのでガーッと攻めてもらいましょう。レナさんも合流してもらいましょうか。あ、そっか。どうしよう。まあ、とりあえず民家行ってもらいましょう。お城には財宝が入った宝箱がある。しかし盗賊でないと開けることはできぬぞよと。まあ、これは次回のマップのヒントですね。まあ、とりあえずこんな感じかな。マリックはまあ動く必要がないのでこのまま回しましょう。んー、どう動くのかな。あ、こっちに来ましたね。いて、まあ、食らっちゃったんですが、まあ大したことはないので OK でしょう。もうあとはねほとんどこのお城の周りにいる敵だけになっちゃったんですが、ヒットポイント16、鉄の剣で攻撃、もうガンガンね敵は倒していきましょう。よし、これでレベルアップかな。早くもレベル7ですからね。でも技とヒットポイントのみ。じゃあ鉄の剣はもうどっかでね捨てちゃいましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9、 この辺までは大丈夫。 1,2,3,4,5、 このペガサスナイトがどう動くかなんですよね。じゃあオグマをとりあえずこの辺に寄せまして、鉄の剣はもう1回しかね使えないんで捨てちゃいましょう。まあ一応鋼の剣装備かな。届くかな。届かない。届きませんでしたね。しまった。まあ、とりあえず待機。で、アーマーキラーを誰に渡すかなんですよね。ナバール？キルソード持ってますからね。キルソードとアーマーキラー。まあ、かなりこう、じゃらついたね、感じになっちゃいますが。まあ、アーマーキラー、渡しましょう。
あ、違う、危ない捨てちゃうところでしたね。これでいいです。盗賊一人だけ残ってますが、カイン届くかな。届かない。アベルは、まあ、届かないですよね。微妙に届かないですね。まあ、経験値稼ぎのためにね、じゃあシータさんに任せましょう。ヒットポイントがちょっとやばいですが、まあ、とりあえず前進はさせておきましょう。マリックはとりあえずこの辺で待機。まあ、こんな感じかな。まあ、レナさんは急いでね、他のメンバーと合流ですね。じゃあウェンデル、また民家をね回ってもらいましょう。マルスで行けます？行けちゃいましたね。でも攻撃、いや、ここはもうシーダさんにね任せましょう。あ、でもここにいると盗賊動かないのかな。盗賊って7歩でしたっけ。 1,2,3,4,5,6,7。 あ、ダメですね。ここはじゃあマルスで攻撃しに行った方がいいかな。破壊されてたらね、もうそれまでなんで、まあ、誰で経験値を稼ぐかっていうよりも確実に仕留めていった方がいいのかな。シーダで攻撃しに行って大丈夫かな。当ててもらいたいんですよね。いや、ここはちょっと怖いので、これでターンを一応回しましょう。盗賊はどう動くかな。あ、このソシャルナイトは手やりですね。やばい。アベルの反撃は効かない。あ、ガンガン来ますね。かわしてくれ。うわ、痛いですね。こっちの攻撃が本当に当たんないですからね。あ、盗賊はもうこれ以上は動かないのかな。じゃあシーダさんで攻撃しに行きましょうか。当たります？大丈夫ですよね。うん、やっぱりこっちの方が早いですからね。うん、これで OK ですね。じゃあこれで安心してね、村に行ってみましょう。よう少年、何キョロキョロしてんだい。こんな田舎町がそんなに珍しいかい。おう、そうだ、珍しいといえばこの前ペラティに行った時によ、俺初めてマムクートってやつを見たぜ。ありゃびっくりしたな。なんせ普通の親父がさ、急にバカでけえドラゴンに変身したんだ。そりゃもう思わずちびりそうになっちまったぜ。そりゃな。まあ無理もないですね。マムクートって呼ばれる竜人族がまだ一部生き残っているという噂は知ってたけどよ、まさかあんなにすげえなんて思わなかったな。え、ああ、これかい？よく喋りますね。これもそこで拾ったのさ。俺にはなんかわかんないけど、赤く光る石なんて珍しいだろう？ああ、いいよ。だってなんか気味悪いし、欲しけりゃやるぜ、持ってきな。じゃあな、少年、また会おうぜ、と。まあ、この人ね、いろんな場所にいるんですが。まあ、とりあえず預けましょう。下流石ですね。
さてさて、わ、35分。8。新品。ソシアルナイトか。ナイトキラー、もったいない気はするんですけどね。ナイトキラーはやめますか。8ですよね。とりあえず鉄の剣で先制攻撃をしましょうか。それともオグマ、いやオグマはちょっと怖いな。オグマじゃない、ナバールですね。なんか人の名前をさっきから間違えてますね。いけるかな。2回、あ、でもダメージは食らいますが倒せそうですね。よし、あ、レベル8、あ、やっと守備上がりましたね。で、問題はこのソシアルナイトですね。レベル3ですからね。ナイトキラー、いや、ヒットポイントがちょっと危ない。ここはじゃあカインの銀の槍を当ててみましょうか。あ、でも命中率低いな。13。お、ナイス。よしよし。さすがですね。ふう。お、平和のテーマ。これは嬉しい。ナバールか。まあ、そろそろね、アーマーキラーが、アーマーキラーじゃない、アーマーナイトがね、動き出しそうなんですが。まあ、とりあえずこの辺で待機。で、ロシエのこのジャラジャラした装備は、カシムに、私に渡しましょうか。で、渡すついでにね、預かり所に行ってもらいましょう。うん。これで OK かな。鉄の剣あと9。まあ、いっか。じゃ早いとこね、合流してもらいましょう。で、結局、またね、40分近い動画になってますね。この辺かな。あ、そういえば、ウエンデル。ウエンデルの、このサンダーは、マリックにね、渡しに行きたいんですけれども、遠いですね。ワーレンの港町には珍しいものがたくさん売ってるらしいよ。もし行くならそれまでは無駄遣いしないようにね、と。そうなんですよね、この先に港町ワーレンっていうのがあるんですが、まあ、そこでね、まあ、いろいろアイテムが買えるんで、まあ、お金貯めときなさいということですね。あ、アーマーナイトが動き始めましたね。7食らうんでしたっけ。あ、6。あ、それでも必殺出たら危なかったですね。もう一丁。よし、あ、1ポイント残り。まあでもしょうがないですね。で、ペガサスナイトも動き始めたと、ということなんですけれども、またね、動画が長くなりますので、まあ、とりあえずここでね、初めて、中断セーブをしまして、また次回ね、続きの方をやっていこうと思います。はい、それではね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。